お召しになりまして、琉球芸能を今日の日のためにご披露いただきます。お願いいたします。沖縄、良いとこ、
東松山市3でよく、はい、よく待ち、はいね、ようこそご来場いただきましてありがとうございます。今日朝起きた時、はい、気温6度っていうのを我が家の冷蔵庫ぐらいですね間違いないですね。本当に沖縄の一番寒い時よりももっと寒いぐらいの天気でした ね、 本当にね。だけどこんなに、はい、ポカポカ陽気やっても我々、うん、とっても寒いですからね。とっても寒いです。先ほど半袖の人とかいるでしょ。そう、会場に半袖の方がいて考えられないねっていう話をしてたんですばかりでございましたけど沖縄私たち金曜日に出てきたんですけど、はいはい、金曜日の朝の7時現在の7時朝の7時ぐらいですかね、うんうん、気温が28度ぐらいでちょっと肌寒いねっていう話をしてたばっかりですけど、はいはい、ですね、28度でちょっと肌寒いねぐらいの感じだったんですけど、ね、昨日の夜から今日にかけて埼玉夏は暑いし冬は寒いしっていう感じですけどね、うん、あ、そういう中本当に皆さん方ね、はい、ウォーキングイベント本当に大盛況ということは皆さん方本当にいいんじゃないかなと思いまして、はい、大盛況ぶりに大きな拍手よろしくお願いします。先日もね、ノーベル物理学賞もこちらの町から。Hallelujah.
台湾ありありわらわえわらわ、ジャボの泣きの死にき
んさいおじさん、あんさいおじさん、たまこのお茶このかわさよい、おんじゅん一度めんそれ、ありありわらばえれわらば、じいじなかしばはとんじと、おじさんやたまのかぶおろしがあって、あんさいおじさん、わんねひつやたきちきのみ。